こんにちは、案内役のアミカです。今回は、日英で、共同開発時期、レーダーセンサジャガーを詳しく見ていきます。日英同盟復活なのと思うほど、共同開発が加速しています。次期、XF9 もそうですよね。お互いのメリットが合致している。2022年2月15日、日本の航空自衛隊の現行の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機開発計画に対して、昨年2021年12月に明かされた同機の機関部に関する共同開発と同じく、イギリスと高性能レーダーシステムでも、これを行うことが決定した。今回、日本とイギリスとが協定書に調印、共同開発することとなったのは、ジャガーと呼称されるレーダーセンサのシステムで、ジャパン&グレートブリテンユニバーサルアドバンスド、RF、システムの略だ。このレーダーセンサのジャガーシステム、日本では、次期戦闘機、イギリスでは、テンペスト計画の戦闘機への実装を起としており、両国のいわゆる第6世代戦闘機で、今後必須となる索敵、能力の飛躍的な向上を目指している。日本の防衛装備庁の説明によれば、従来型のレーダーセンサシステムでは照射するビームは単独で細く、これを複数の方向にタイミングをずらしながら照射していくことで敵となる対象物を探知しているとされる。これをジャガーシステムでは複数のビームを同時に照射することで索敵、範囲を広げつつ短時間化を実現し、かつまたより遠距離までをカバーするとされており、これによる航空優勢を確立しようとするものである。イギリスの国防省は、このジャガーシステムの実現にあたっては、設計から開発と実証まで、およそ5年ほどの期間が必要だと試算しており、2022年4月より、日本とイギリスで、おのおの実証機を製作して、これにあたると述べている。これを考慮すれば、2027年春頃までには、ジャガーシステムは完成する見込みだと言えそうだが、この作業に従事するのは、イタリア最大の軍需企業、レオナルド社のイギリス法人、レオナルド UK 社となるという。逆に、日本の防衛省や防衛装備庁からは、日本側の担当として、いかなる企業が、イギリス法人のレオナルド UK 社と、タッグを組むこととなるのかは未発表であるが、実績等を勘案すれば、三菱電機社等が最有力候補となるのではないだろうか。これまでのところ、日本の次期戦闘機開発は、2020年10月に、主管企業として、三菱重工業者が取りまとめを担うことが決まっており、その傘下に、IHI 社、川崎重工業社、スバル社、東芝社、NEC 社、富士通社、三菱電機社が参集している。この日本企業8社にプラスして、アメリカのロッキード・マーチン社から、技術支援の形での協力を仰ぐ方向であり、機関部については、IHI 社と、イギリスのロールス・ロイス社との共同開発を行うことが、2021年12月に決定されていた。日本とイギリスとの協業という部分で言えば、すでに、戦闘機用の新型レーダーの開発、既存の第5世代戦闘機、F-35 ライトニング2に搭載予定のズナム空対空ミサイルの研究、開発が進められている状況にある。こうした日本とイギリスとの戦闘機開発に向けた協調の進展は、それぞれが必要としている機体、日本の次期戦闘機、およびイギリスのテンペスト計画が、いずれも2035年前後の実用化を目指すプロジェクトである点も大きいのだろう。この新型戦闘機の最終開発のゴール時期が近いことが、日本とイギリスとの結びつきを強め、近年では、コスト的にも、自国一国のみでの、その開発が難しいとされる戦闘機開発において、お互いの利益関係が一致した結果とも言えそうだ。今回の日本とイギリスとのジャガーシステムをめぐる、共同開発に関しては、
昨年2021年2月に開催されたいわゆる2プラス2、日英外務、防衛閣僚第4回会合での両国の歩み寄りの姿勢が結実したものとも表現できる。その2021年2月開催の日英外務、防衛閣僚第4回会合は、当時、日本側からは茂木外務大臣、岸防衛大臣が、イギリス側からは、ラーブ外務、英連邦開発大臣兼主席大臣、ウォレス国防大臣が参加して、ビデオ会議形式で行われた。そこで、日本とイギリスとの各代表によって話し合われた内容は、述べ、21項目にわたって、共同声明という形で報告されているが、その中の6項目目で、ジャガーシステムの件についても、その共同研究の推進について言及されている。ここでは、次世代 RF センサシステムの実現可能性にかかる共同研究として、ジャガーシステムに触れており、その共同研究の進捗に対し、日英双方の4大臣が歓迎するとの表現で、その推進を目指していることが伺える。この6項目目の内容では、ジャガーシステム以外にも、前述の F-35 ライトニング2に、搭載予定のスナム空対空ミサイルの研究、開発の進捗についても述べられており、それは、重要性を強調という言葉で表現されている。この他にも、この6項目目には、人員評価にかかる日英共同研究が、2020年に成功をもって完了したとの表記があり、かねてより行われていた同研究の成果が示されたものとなっており、こちらも、今後の具体化が注目される。防衛装備庁のホームページによれば、2016年7月に、日本の防衛省とイギリスの国防省間において、人員脆弱性評価にかかる、共同研究に関する取り決めを締結したとあり、以前からこちらも推進されていたことが、明文化されている。こちらの共同研究は、日英が、共同で、主として、人体胸部の脆弱性評価を目的としたモデル化の研究を実施し、同時に、両国での脆弱性評価関連技術の共有が謳われており、その成果は、今後、ボディアーマー等の装備品開発につながるものとされていた。個人的に、日英外務、防衛閣僚第4回会合の共同声明において、興味を惹かれたのは、その13項目目に表記されている、国際連合の安全保障理事会の改革や、日本が、その常任理事国を目指すという、目標をイギリスが再確認したという部分である。さらっと表記されてはいるものの、かつて、1980年代には、世界第2位の経済大国となっていた、当時の日本の悲願でもあった、国際連合の常任理事国入りは、このところの経済的な凋落傾向から、トーンダウンしているものと、個人的に思い込んでいたからだ。政治的は、日本の国際連合の常任理事国入りは、未だ、政府の大きな目標として掲げられているのだと再認識するに至ったわけだが、イギリスが、これを本当に支持してくれているのかは、なんとも、判断のしょうがないようにも見える。国際連合自体、第二次、世界大戦の戦勝国による、当然の権利とばかりに、常任理事国の席は、独占が継続されており、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国の5カ国が、そう簡単に、現状の変更を認める可能性は、低いと思わざるを得ない。折しも、2022年2月は、ウクライナに対するロシアの軍事侵攻が、西側のヨーロッパ諸国を中心に危惧されているが、2014年のロシアによる、クリミア併合時と、同じように、国際連合が、これを抑止する働きをすることは困難であり、その意味では無力にも映る。そもそも、かつては、旧ソ連が、第二次、世界大戦の戦勝国として、
五大常任理事国の一席を獲得していたことは、仕方がないにせよ。1991年の旧ソ連崩壊後、なぜ、ロシアが、そのまま、その地位を継承しているのかも、よく考えれば、納得はいかない。